はい、皆さんこんにちは、これからスコラムへの行き方を軽く紹介します。 JR 東口を出ると、正面に新宿三丁目方面というものが見えるんですが、そしたら左に曲がってください。左に曲がると、このように道が続いております。道が続いておりまして、このような上の看板をチェックしながら進んでいただけると助かります。はい、次の看板がこちらになります。で、この目印を参考に見ていただくと、またこの看板が見えるので、ひたすら直進してください。ひたすら直進しますと、ひたすら直進して、ひたすら直進をして、で、ルミネが見えるんですけど、ルミネじゃない、アルタか、アルタが見えるんですけど、アルタに行かずに、昔はアルタを行っておすすめしてたんですけど、今は、おニューな、ね、道が出来上がったんで、そこアルタを行かずに右へ曲がっていただきます。で、右曲がってると、右曲がってると、続いて、三井住友銀行が見えるので、ここ左曲がります。左に曲がります。噛み噛みでしたが、そうするとこのようなちょい暗めの道が出てきますので、こうググッと進んでいきます。はい、ここ出口の番号ですね、 B12 の B がスプランへの道となります。これが1年ぐらいかな、できて、ここの道が新しくできて1年ぐらいなので、割と最近スパラに通ってくださる方も知らない方が多いです。はい、新宿駅と。で、そうしますと出ます。出て左を向くと、はい、スポランというわけでね、この道だったら、雨にほとんど濡れずにスポランに来ることができるので、おすすめでございます。で、皆様お待ちしております。